はい、皆さんこんにちは。今日はシェイパー 3D っていう 3D モデリングができるアプリの紹介をしていきます。今年2020年のアップルデザインアワードっていうのを受賞しているアプリの一つです。で、結構複雑な模型が作れたりとか、あと有料バージョンにすると 3D ファイルを書き出せるので、 3D プリンターとかをね、持ってる人はそれで遊べたりします。で、私はですね、そんなに 3D 詳しくないので、今日は初心者でも楽しめるシェイパー 3D の使い方を紹介します。イラストアプリと合わせて、最終的にこんな感じの目玉の親父のね、絵を描いていきたいと思います。はい、じゃあアプリ立ち上げていきます。始めるときは右上のデザイン開始っていうボタンですね。ここが新規キャンバスになります。で、無料で使いたい人は、2つのキャンバスまでですね。3つ目からは有料になります。で、開けるとこんな感じで XYZ の軸が出てくるんですけど、使うのは基本的に左側です。この左側のスケッチ追加変形とかあるので、ここを触って作っていきます。で、まずスケッチの中から長方形っていうやつがあるので、それを選択します。で、こんな感じでドラッグすると、ベースの長方形ですね、床のにこう長方形を引くことができるんですけど、これタッチしてギューって上に持ち上げるだけで、こんな感じの立方体みたいなのを作ることができます。で、この立方体タッチすると矢印みたいなのが出てくるので、その矢印をこう引っ張ったりするとですね、横にどんどん長くなっていくし、縦にも伸びていくっていうような感じになるので、これを駆使してどんどんこうね、積み木を重ねるような感じで作っていく感じですね。で、この角のところもタッチすると矢印が出てくるんですね。で、この矢印をまたドラッグすると、角がね、削れていくような仕様になってます。で、このドラッグする方向によって角が角張るか、こう丸まっていくかもね、調整することができます。今反対側にドラッグしたので角がこうね、丸まったんですけど、こうやってドラッグする方向によってもいろいろ形が変わってきます。じゃあ、ここからちょっとお椀を作っていきます。まずスケッチの中から円ってやつを選択して、このベースのところにですね、円を作ります。まあ、大体適当な大きさで大丈夫です。で、一回タッチして上にギューってドラッグすると、こう高さが出てきますね。なので、ここでお椀の高さを決めていきます。で、ちなみにこれを移動させたいときは、ダブルタッチするとこんな感じでブルーの状態になって矢印が出るので、これで位置調整ができますね。上にも持ち上げることができます。で、次、角を丸くしてお椀の膨らみをね、作っていくんですけど、例えばこの上のところね、さっき言ったように角をタッチしてドラッグすると、こうね、角が角張るか丸まるかになっていきます。なので、下の側面のところですね、タッチしてドラッグしてください。で、そうするとこんな感じで簡単にお椀の形になります。で、次、このお椀の中ですね、へこんでいるところを作っていくんですけど、その時はまずこの、上面のところをタッチして、ダブルタップしてください。で、そうするとこんな感じで上から、真俯瞰で見たような図になります。で、この状態で、スケッチのところから円を取って、さっきと同じようにこう楕円を作ります。ちょうど真ん中になるように円を配置します。で、この右上のサイコロボタンダブルタッチすると、さっきの XYZ の軸のプレビューに戻ります。で、もう一回ダブルタッチすると上からの目になりますね。で、この中を掘っていくんですけど、円をタッチして下にギュッと下げます。で、そうするとこんな感じで下にどんどん掘られていきます。で、そこが見えないぐらいのところで止めてください。で、そうするとこんな感じでね、もうちょっとなんとなくお椀型になっているのがわかると思います。で、あとはこの角のところですね、ちょっと、削っていって、よりこう丸いお椀になっていくように調整していく感じです。で、あとはですね、この底のところの出っ張りというか、このお茶碗の下の厚みみたいなところあると思うんですけど、それを作っていきます。まあ、ちょっと位置関係をね、うまく合わせるのが難しいかと思うんですけど、まあ、楕円形作って、それでこう高さを出して、その上にさっき作ったお茶碗をこうポチって乗せるみたいな風にやってもらうと簡単に作ることができます。はい、じゃあこんな感じで完成です。
もう本当に簡単で、楕円形作って高さ作って、あとちょっと底を削って、中掘って終わりって感じですね。もう本当にちょっと慣れてしまえば誰でもできるので、ぜひ試してみてください。でちなみにこのシェイパー 3D なんですけど、書き出しするときは、有料になります。OBG とか DWG とかね、そういう 3D 系の書き出しをしたい人は有料プランを入ってください。で、今回はちょっと無料だけでやっていきたいので、これをイラストアプリの方に移していきます。でまずスクショを撮ります。お茶碗の画角を決めて、こんな感じでスクショを撮ります。JPEG で保存しようとしても有料版でしかダメだよって言われちゃうので、保存するときはもう全部スクショです。でこれを私がいつも使ってるプロクリエイトっていうお絵かきアプリの方に持っていくんですけど、まず何でもいいのでキャンバスをねプラスボタンで立ち上げてもらって、ここにスクリーンショット、さっき撮ったスクリーンショットを貼り付けて、その上からこう線をなぞっていてですね、トレースみたいな感じで絵を描いていきます。でトレースのやり方に関しては以前もねたくさん動画出してるので、概要欄の方にあの関連リンク載っけておきます。トレースわからない人はぜひそれを見てからこれやってください。やることとしてはこのレイヤーのですね不透明度っていうのを下げて薄く見えるようにした状態で、新しいレイヤーを上に1個作って、ここに線を描いていくっていう感じですね。で今回使うブラシはインキングっていうボックスの中に、にじんだインクっていうちょっと味のあるブラシがあるので、それを使ってこの上をですねお茶碗の形をトレースして綺麗に作っていくっていう感じですね。でまあ、今回は目玉の親父を描いていくんですけど、プロクリエイトには楕円形ツールって言って、こう適当に丸を描いてグッてホールドしてるとこう綺麗な楕円形を作ることができるんですよ。こんな感じで。で例えばこの状態で手を離すと、上にですねシェイプを編集っていうボタンがあるので、これを押すと後からこの線をですねこうやっていじることができます。もうなんかイラストレーターみたいなパスみたいな感じなんですけど、まあこれは一応パスではなくて普通のラスターデータですけど、後からこう線をねいじることができるっていう結構いい機能があります。まあ、これであの目玉の親父の目のところをね作っていただけると綺麗に作れると思います。はい、じゃあこんな感じで完成になります。で最後ねちょっと早送りしてしまったんですけど、まあ、シェイパー 3D を使うとこういうお椀だったりとかね建物だったりっていうのがすごく綺麗に描けるので、まあ、誰でも絵をうまくね見せることができるのかなと思います。で最後ちょっとレイヤーだけ見ておきます。下にですねお椀のこのベースがあって、アウトラインがあって、その中に色をねこうつけていったっていう感じになります。まあ、あのレイヤーの使い方とかはちょっとまだ前のねあのプロクリエイトの動画を見てもらえると助かります。はい、ということで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひ面白かったり役に立ったらいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。シェイパー 3D は本当に調べるといろいろできて、多分めちゃくちゃ複雑な模型とかも作れるので、ぜひ興味ある人は試してみてください。はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。